百式機関短銃は第二次世界大戦に実戦投入された日本軍で唯一正式化された短機関銃である。資料等によっては百式また正式名の機関短銃ではなく短機関銃と誤記されている場合もある。第一次世界大戦後の対象9年7月の陸軍技術本部兵器研究方針によって自動小銃開発の予備研究として 自動単獣の研究にも着手するようになり、外国製短期単獣を輸入し、分解、研究を行った。大正9年頃、弾薬剪定の予備研究が行われ、6.5mm 弾、7mm 南部弾、7.7mm 弾が試され、いずれも不満足だったので、最終的に14年式拳銃と同じ 8mm 南部弾、 8 2 2トル南部弾を使用することに決定した。大正12年に陸軍造兵将加工賞東京工賞にて四勢自動単純の設計が行われた。昭和2年に四勢自動単純1927年型が完成した。全長6 9 0ト、mm、ル重量3 2ラム8 2 2トル南部弾、50発、ドラムマガジン、 または30発、ボックスマガジン、グローバック方式でエアバッファーの欠陥から発射速度が1200発、フンと高すぎる、後に300から600発、フンに改良された命中精度が悪い、構造が複雑で脆弱、などの問題点があった。翌昇3年には全く別設計の姿勢自動単純1928年型が完成している。 全長 800mm、重量 3.3kg、822mm 南部弾、18発マガジン、ブローバック方式。セレクターにより、単発と連発の切り替え化。昭和5年に、姿生自動単銃1927年型と1928年型は、シグ、ベルグマン、ラハティ、トンプソン、など、他のいくつかの短期間銃との比較試験を受け、結果、 両者とも不採用となった。その後、翌昭和6年の満州事変の勃発により、予算上の制約と生産優先順位の点から、開発は停滞した。機関単重の本格的な開発が始まったのは、昭和10年からで、昭和10年に南部重製造所によって、南部式機関単重1号と南部式機関単重2号が試作された。南部重製造所では、 ブローバック方式の南部式強連系機関銃も開発している。さらに南部式機関炭銃をもとに陸軍技術本部によって昭和11年に姿勢1型機関炭銃と昭和12年に姿勢2型機関炭銃が試作され昭和12年の間試験された。姿勢1型機関炭銃は実写試験を通じて重心と弾装の問題が判明したので さらに改良を加えられて、姿勢3型機関単銃に発展することになる。この姿勢1型機関単銃が100式機関単銃に繋がる系統の素となった。姿勢2型機関単銃の系統は、正式採用されず、少数が試作されたのみであった。南部式1号、2号、姿勢1型、2型の、これら試作銃は、各々が複数丁作られ、ここに、 微妙な差異があった。その中には弾薬規格の異なるバリエーションもあった。38式実法の弾丸と薬莢を短縮し、装薬を幻想した姿勢95式実法と呼ばれる単焦弾を使用するものもあった。姿勢95式実法は 8mm 南部弾と比較して刺したる浸透力の違いや利点がなかったためか正式採用されなかった。 注目されるのは、これらの銃の試験を行ったのは、陸軍騎兵学校であることで、当初は、不評用の火器として考えられていたわけではなかった。この当時は、騎兵といってもすでに乗馬騎兵はその主流ではなく、師団付属の騎兵連隊は、師団捜索隊として機械化偵察部隊となりつつある、時期にあたっており、こうした、 機械化偵察部隊の運用に適する核機として38式機銃内し44式機銃を保管するものとされていた。50発弾装を備えた姿勢1型は昭和13年9月下旬から品中トン不評第二連隊に対して6丁が突撃及び陣内の戦闘において不意の戦況に対処し特に突撃中に敵を制圧する必要がある場合の価値を判定するために 試験配備され、運用した部隊からは、敵陣地占領後に行われた敵の逆襲に対して、姿勢機関単獣の腰溜め射撃で有効にこれを阻止したとの育作例が報告されている。戦況上使用する機械は、比較的、王からザリ氏も実用したる場合には相当の効果を収めたりとしているが、その一方で弾薬の配当が少なかったために大なる成果が上げられなかったとされた。 射撃のデモンストレーションに参加した各種陛下の代表者からは、機関単銃は最も軽弁にして、連発の威力が大きいため、自衛用に装備することへの熱烈なる希望があったと、近接戦闘兵器研究委員会駐車派遣者は、報告書に記している。MP18 や、ハーネル MP28、シュタイヤー MP34 などの輸入したヨーロッパ製短機関銃を、 日本陸軍では総称として、ベルグマン自動短銃などと呼んだ。また、日本海軍は、総計6000丁ほど輸入し、別式自動拳銃、素式自動拳銃式の意として、海軍陸戦隊などで使用していた。なお、これらの多くは、合計 7.63mm モーゼル弾使用であり、新たに着剣装置も追加されていた。当初期兵化の開発ということで、予算も、 開発資源も十分でなかったが、落下産部隊が開発に参入したこと、及び昭和12年に品事変が始まり、事変臨時軍事費の流入を得たことから予算上の制約はなくなり、昭和14年に、後の百式機関単銃の直接の原型となる、四勢三型機関単銃が完成した。別式機関単銃の強い影響を受け、木製の重傷重配一体型で、 三十発入り、ダブルカラム弾装を機関部左横から装填する、方式を採用、また使用する弾薬が、テーパーのきつい八ミリメートル南部弾であったため、弾装はカーブを描いた形状となった。その後、回収三型高機関単重、回収三型をつ機関単重を経て、二脚、伸縮式環状着検装置、タンジェントサイトの負荷などの紹介量が施され、昭和十六年に、 100式機関短銃として純正式採用された。回収3型には消炎性大機はついていなかった。100式機関短銃は、照準安定のための2脚、最大1500メートルの遠距離まで狙える小尺、照射銃剣の着剣装置など、原型となったドイツ製短期関銃とは異なる設計思想に基づいていた。これらは、の要望を取り入れた結果であり、 低身兵の火器としても有用なものだった。重剣には30年式重剣か、あとに2式重剣を装備した。また、重傷左側面の D 型の金具を90度回転させることにより、重心機関部と重傷等を簡単に分解することができた。分解した重心機関部と重傷は、まとめると70センチメートルほどとコンパクトになり、空底降下の際に重袋に詰めて傾向した。 また、チェコスロバキアの ZK-383 が、ほぼ同様な構成をとっていたほか、MP34 やイギリスのランチェスター、スイスの主グ MKMS とイタリアのベレッタモーデル 1938A の戦前の生産型も着検装置を備えていた。分隊長に短期間銃を装備させて、不評分隊の近接格闘戦時の迫兵力の向上に資するという要望は、 当時はドイツ及びフィンランドのみで採用されていたもので、米英はドイツの用法に触れるまで軍用銃としての短期間銃は乗車兵員や航空兵の自衛下器程度にしか考えていなかった。ソ連もまた開戦後に兵士の訓練時間短縮に休したことから射撃訓練の簡単な短期間銃を多用しており、第二次大戦当時は各国で短期間銃の用法は異なっていた。 なお、意図された設計であるかは不明であるが、96式系機関銃や99式系機関銃の着剣装置においては、機関銃への銃剣装着は、連射時の銃口の安定を図るバランサーの役割を期待されたと見る研究者もおり、2000年代初頭に同説を取る菅原茂浦米国在住の研究グループが行った100式機関単銃の射撃実験でも、 30年式銃剣の着剣状態にて良好な射撃成績を収めている。本銃にセレクターはなくフルオート射撃のみであり、バースト射撃は指切りで行う。重空にはクロムメッキ加工が施されていた。断層は一重につき発光、4個入り断層体2つで携帯する。その他の雑能も流用された。弾装重量は空で十グラム。 30発装填で5 4 0ムである。作動方式はバッファーにコイルスプリングを採用し、オープンボルト、シンプルブローバック方式である。重心や重心比等は固定式で動かない。前期型の生産が中央工業でわずかに行われたたは、後期型の生産が名古屋造兵所鳥居松製造所で昭和19年5月から毎月船長のペースで行われた。 総生産数は約1万兆。そのうちのほとんどの約9000兆を後期型が占める。不川は幅約2.8センチメートル、長さ最短約58センチメートル、最大約102センチメートル。大別して前期型、後期型が存在し、前期型は牛革製であり、銀色に漬けるときが施されたナス管で本体と接続する。 以上も銀色ニッケルトキンが施され、長さを素早く調整できる機構で、爪はない。革のタンブは茶褐色のスナップボタンで固定されていた。末期型は骨の製であり、機関銃不側に見られる黒染めなす感が流用され、タンブは糸止めとなっていた。着剣し、二脚を開いた状態の回収三型100、四季期単は数種類ある。大きく前期型と、 後期型に分類される。下記では、回収3型は100式に含まれないものとして記述する。正式化前の回収3型を、100式の初期型もしくは前期型として扱う分類も、ある。100式の後期型は、100式改め機関単重または、100式機関単重改めと呼ばれることもあるが、正式名称ではない。昭和17年に生産された前期型は、重症が、 ワンピース型であった。重心下に伸縮機能を省いた固定式の環状着検装置がついていた。重厚に大型の脱着式消炎性大機がついていた。前期型の消炎性大機は左右情報に溝があり、重厚の跳ね上がりを抑えていた。回収3型についていた二脚はなくなった。トリガーガード前方の前床下部に安全装置がついていた。 左側面トリガー紙型の金具を90度回して、重心機関部と重傷を上下に分解することができた。以後の生産型も分解機能を持つ。同年に海軍落下産部隊用として、前期型から改造された百式機関単重特型は、重傷の右側面グリップ基部に蝶蓄をつけ、落下時に邪魔にならないように、グリップごとストックを右側面に折りたたむことができた。 重症の左側面には、ネジで固定する、前床と重症の連結用金具があった。この構造は、姿勢一式小銃と同じであった。しかし実際には強度に問題があったと思われる。昭和19年より生産された後期型は、観測機構を省略し、環状着検装置を廃止し、1500メートル単ジェントサイトを廃止し、小銃装置など各部を、簡略化。 小遠性大気は固定式になった。後期型の小遠性大気は、左が赤み型が溝ではなく、穴になり、右が赤み型のみ溝であった。これは、重光が右にぶれる現象を改善したものであった。着剣ラグが直接、重心飛頭につけられ、重心先端を二式重剣の重心通し穴に、刺すように変更された。重症は、前期型よりやや短くなり、 上下に分割型であった。断層止めや安全装置の使い勝手が改善された。百式の前期型と後期型では断層の互換性がなかった。製造方法の一部に電気溶接加工を取り入れた。これらにより発射速度と生産効率が向上した。後期型の最初と最後では仕上がりが全く違っていた。しかし本銃の製造は基本的に 機械切削加工によるので簡略化は根本的な生産性向上にはならなかった。ホノルル陸軍博物館に収蔵、展示された後期型長所短所に本陸軍機体の100、指揮機関単銃であったが、前線で使用されることは少なかった。原因として制作した本銃が前線に届かなかったこと、さらに資源の不足などが重なったためである。特に弾薬の生産には困難があり。 小銃弾や機銃弾ですでに不足しているところに大量の拳銃弾の増産を行うことは不可能であった。そのため一部の砲兵、騎兵将校の自衛用かき、もしくは停戦部隊用として使用されるにとどまった。しかし100式機関単銃が華々しく活躍した場面もあった。1942年2月のパレンバン空挺作戦において第一停戦弾が100。 指揮機関単重を使用したとされていたが、これは間違いである。この時には、空挺隊員は、小銃や機関単重を携行せず、38指揮機銃を物量箱で別に投下した。1942年後半には、ソロモン諸島の部隊へ、少数の100四機関単重が試験配備された。その後がダルカナル島にも輸送されているが、 極めて少数が到着した他はすべて輸送中に失われている。また、ガダルカナル島で本銃を連合軍が露獲している。ビルマの戦いの後期には日本軍の増援部隊が装備していた少数の回収3型機関単銃が英軍によって露獲されている。1944年12月、第二訂信団が手号作戦において使用している。 1945年の沖縄戦の記号作戦では、百式機関単銃を携帯したギレツ空挺隊は、米軍占領下の読谷飛行場に強行着陸し、アメリカ軍に損害を与えている。その他にもわずかな数ではあるが、ニューギニアやフィリピンなど、太平洋諸島の地上部隊に、本銃が実戦配備され、連合軍が少数を捕獲している。終戦時に、 内地の不評連隊や特攻部隊に少数の本銃が配備されていた。終戦後に百式機関単銃はほとんどが廃棄処分され、現在では米国でも数十兆ほどしか現存していないと言われている。ありがとうございます。